はい、皆さんこんにちは。カシーチャンネルのカシーです。今日はサッカーフランス代表のムバッペ選手について、なぜムバッペ選手がすごい選手であるかっていうのを4つに分けて解説していきたいと思います。はい、ムバッペ選手っていうのは身長178センチで、現在21歳、フランス代表で、現在はパリ、フランスリーグのパリ・サンジェルマンというチームに所属している選手ですね。それで現在はもう5本の指に入るすごいサッカー選手として、世界で5本の指に入るサッカー選手としてすごい注目を集めている若手選手なんですけども、そのムバッペ選手がなぜすごいのかっていうのは4つ解説していきます。ではまず最初に1つ目、まず何と言ってもムバッペ選手の若さですね。はい、この若さ、現在21歳なんですけども、ムバッペ選手ではすごい完成された選手なんですね。これから後にも述べますけども、ムバッペ選手ほどのサッカー選手で完成された選手で21歳っていうのはそうそういないですね。はい、この若さなのにムバッペ選手のレベル、領域に達している選手は世界どこを見渡してもいないです。若手の中では世界一うまいです。23歳以下の選手だと世界一は間違いなくムバッペ選手ですね。はい、この若さがムバッペ選手の凄さの一つでもあります。はい、2つ目が身体能力ですね。はい、これはどういうことかっていうと、ムバッペ選手っていうのはすごい体が恵まれてる、体のフィジカルとか恵まれてるんですよ。走るスピードも速い、ボディバランスがいい、体が強い、当たりが強い、瞬発力がある。この身体能力があるからこそ、あの爆発的なスピードとか、一瞬で相手を置き去りにできるプレーとかができるんですね。この身体能力があるからこそ、後にも述べるスピードとかドリブルとかでがさらに相乗効果でムバッペ選手をいい選手にさせてるってことになってきます。はい、次3つ目がサッカーセンスですね。これどういうことかっていうと、身体能力が高い選手っていうのはもちろん他にもいるんですよね、いっぱい。例えばスピードがめちゃくちゃ速い選手、体がめちゃくちゃ強い選手、ジャンプ力がめちゃくちゃある選手、瞬発力が速い選手なんですけども、そのサッカーセンスがなくて身体能力がいい選手はいっぱいいるんです。だけどムバッペ選手っていうのは身体能力とサッカーセンス、この2つが掛け合わさってるからすごい領域の選手にさせてるんです。サッカーセンスってどういうことかっていうと、サッカーっていうのはそのパスを出す瞬間とかシュートの技術とか、連携とか、そういうサッカーに必要な要素ですね。サッカーに必要な要素のセンスがすごい高いです。これは何でかっていうと、ムバッペ選手っていうのはフランスにいた頃から、小さい時からエリートの育成プログラムみたいなので素晴らしいコーチに教えられてきたんですね、もっとちっちゃい時から。だからその元々持った才能とエリート教育が掛け合わさって、このサッカーセンスが開花されたってことになります。はい、このサッカーセンスは本当にすごいです。もう得点能力も高いですし、サッカーセンスはもう本当にずば抜けてます。はい、では最後、ムバッペ選手が一番すごいとこだと思います。私は4つ目、スピードです。これはもう見ればプレー、ムバッペ選手のプレー見ればわかると思うんですけど、スピードは多分瞬発力で言ったらもしかしたら世界一かもしれないですね。ボール持って相手を一瞬で置き去りにするドリブル、それはもう本当に止められないですね。あとドリブル持ってボールで走るスピードも速いですし、ドリブルスピードも速い、一瞬のスピードも速い。これが速いからもう相手は止められないんですね。2、3人いかなきゃ止められない。1人とかじゃ絶対止められないです。で、このムバッペ選手が調子いい時なんてのはスピードに乗ってるし、シュートも決まるということで手のつけられない選手になります。ムバッペ選手のゴールシュートが見てもらえばわかると思うんですけど、スピード、ドリブルで乗って切り返してシュートとかよくあるので、見てみてください。このスピードっていうのは世界一だと思います。はい。では、今日はムバッペ選手がなぜすごいか4つ解説してきました。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。他にもサッカー選手の解説してるので、僕の動画良かったら見てください。
ではさよなら。